先生でしたか。お話があって図書館から出てきました。先生が来られてからもう一年になるんですね。いつもありがとうございます。はい、皆さんどうもこんにちは。ブルーアーカイブで古関羽衣を演じております、後藤沙織です。ブルーアーカイブグローバルリリース1周年本当におめでとうございます。グローバル版ではまだ羽衣は登場したばかりということなんですけども、たくさんの皆様に愛していただけていると伺いました。とても嬉しくて光栄に感じております。ありがとうございます。そうですね、たくさんのファンの皆様とスタッフの皆様、キャストの皆様の愛情がぎゅっと詰まった温かな1年間だったんじゃないかな。これからもそんな日々を育んでいけたらいいなと思っております。本当におめでとうございます。はい、私が演じています古関羽衣ちゃんはトリニティ総合学園所属の図書院の委員長を務めています。本をこよなく愛するそんな女の子です。そうですね、図書館に普段は引きこもっていて、古書の管理や解読などをして過ごしています。図書館の魔術師なんていう風にも呼ばれています。ちょっとおどおどとしておとなしい雰囲気ではあるんですけども、先生に心を開いた姿はとっても可愛らしい、そんな魅力にあふれた女の子だと思います。はい、本がお友達というタイプの女の子なので、人とお話をする際ちょっと緊張してしまう、そんなおどおどっとした雰囲気は大事にしたいなと思っております。だけど好きなものには一直線というようなすごく情熱的な部分もあるなと感じております。すごく自分の感情や好きという気持ちに素直な子なんだなっていうふうに思いましたので、そんな素直さをベースにしながらこれからもお芝居を深めていくことができたらいいな、もっと演じたいなっていうことは思っております。そうですね、魅力は本当にたくさんございます。爽やかで透明感のあるイラスト、個性豊かで可愛いキャラクターたち、そのキャラクターたち一人一人に秘められた多彩なストーリーと、本当に一言では語り尽くせない魅力がブルーアーカイブには詰まっていると思っております。今後もですね、どんな女の子が登場してどういう風にストーリーが展開していくのかなっていうことを私自身楽しみにしております。ということで、以上古関羽衣役の後藤沙織でした。ありがとうございました。図書館以外の場所だといつもビクビクうろたえてしまうのですが、でも先生がいらっしゃると落ち着きます。これからもよろしくお願いいたします。